お嬢ちゃん。はい、私ですか。可愛いひよこをあげるよ。小さくてふわふわのひよこだよ。わあ、すっごい可愛い。おじちゃん、ありがとう。大切に育ててあげてね。うん、絶対大切にします。だけど、どうして私にひよこをくれたんですか。おじちゃんはね、君くらいの年齢の子供が大好きでね、君たちに喜んでもらうことが幸せなんだよ。そうなんですね。こうしてこの日はたくさんの子供たちにひよこを渡すことができた。どの子もかわいい、ありがとうと太陽のような笑顔を見せてくれた。翌日、いや昨日のお嬢ちゃん、ひよこは元気かい。あのごめんなさい、この子返します。本当にごめんなさい。お嬢ちゃん。わあ、ひよこじじいだ。なんだって。本当に出た、逃げろ。昨日あんなに喜んでひよこをもらってくれた子供たちが、今日は無理やり返してきたり、私を見るなり逃げていく。私は学校へ向かった。校門の前で声をかければみんな大喜びでひよこを受け取るだろう。私は子供たちの笑顔が見たかった。やめてください。これ以上続けると警察を呼びますよ。なんだって。私はただ子供たちにひよこをあげようと。いりません、迷惑です。でも昨日はみんな喜んで。いいですから、もう二度と子供たちに近づかないでください。みんな怖がっています。そんなバカな、こんな可愛いひよこを怖がるだって。う。その日の夜になって、私は自分が差別を受けていることに気がついた。心の汚れた大人たちから、そしてその影響を受けた子供たちからも、悲しい悲しい悲しい、海よりも深い悲しみを抱きしめ、私は復讐の鬼となることを決意した。